僕たちの曲を聴いてくれてるみんなのためにボイスメッセージを撮ろう。ってことでまずケイたちに試してもらったんだけど、満を持してこの僕、秋山瑞希の出番だね。バッチリお手本見せちゃうからちゃんと聴いててね。みんな、いつも僕たちの曲を聴いてくれてありがとう。主に動画担当をしている25時ナイトコードでアミヤだよ。せっかくだから今日は僕が動画を作るようになったきっかけとか教えちゃうね。僕、昔から可愛いものが好きでコラージュとか作ってたんだ。その時ふと思ったんだよね。自分の作ったコラージュが動いちゃったらもっと可愛くなるんじゃないかなって。それでアプリを使って動画を作り始めたんだよ。ケイと出会ったのはその頃だね。ケイが投稿してた曲が僕の胸にぐさーっと刺さってね。もういても立ってもいられなくなって、思わずケイの曲で動画を作って投稿しちゃったんだよ。歌も僕が歌って、自分で言うのもあれだけどすっごい力作だったんだ。それでその動画を見てくれたケイに誘われてサークルに入ったんだ。エナナンがサークルに入ってきたのもだいたい同じくらいのタイミングだったかな。それにしても不思議だな。お互い顔も本当の名前も知らないし、毎日決まった時間にナイトコードにログインしてそれぞれの作業してバイバイしてただけなのに、なんでか作った曲をみんなで歌うのすごく楽しくてさ。ま、歌はそれぞれの部屋で撮るから完全別撮りなんだけど、あとは、あ、僕の好きなものを教えちゃおっかな。好きな食べ物はカレーライスとフライドポテト、あと可愛い服、これは絶対毎日着てるよ。自分でも作るしね。でも僕が可愛い服着たり作ったりしてると驚かれちゃうこともあるんだよね。僕は僕なんだからもっとちゃんと僕のことを見てほしいなって思うんだけど、ケンはその辺のことを分かってくれてる感じがするから付き合いやすいのかもね。それにユキもエナナもすっごく面白いから、このサークルは気分屋の僕でも全然飽きないんだよ。これからも4人でいろんな曲を作っていこうと思っているから、僕たちの応援よろしくね。ケイ、どう？僕がイメージしてるのはこういう感じなんだけど。え？うちの曲のイメージと合わないからダメ？じゃあやっぱりなしになっちゃうの？いい感じにやれたと思ったのに。まあでも確かにそうだよね。ケイの曲の感じとかユキの歌詞とかエナナンのイラストも雰囲気壊したくないし。ま、じゃあもうしばらくは謎サークルのままってことで。